で鏡ヶ原の博物館、あれしばらくあのチランにチランから向こう行きましたやんか今鏡ヶ原行って今フルレストランしてるんですよ。でしばらく川崎ワールドに1年ぐらい貸し出すらしいですよ。その時がチャンスかなって。あの時写真撮られへんかったから、あちらにある時は洋式線ハヤトも撮りたかったんやけどね。僕勝手に撮りました。撮った？ええな。隠れて、うん、うちはほら禁止や言われとったから。ほんでゼロ線のほらボロボロのやつありませんか？あれも写真撮りたかった。外から撮った。外からやったら文句言われへんから、ね、フラッシュ消してね、はい、勝手にデジタルやから音もせえへん。こんにちは、名古屋からですか？今日2回目、ね、あ、そうやね、うん、もうちょっと待って、これ2台出たらこっちが止めてもらいます。いやいいね。またぜひゼロ線の部品見せてください。また来てください、よろしくです、はい、よし。あの刀が世界に8台で日本に2台しかないやつなんですよ。あ、そうですか。はい。毎度です。今日わざわざ。とうとうできましたね。おお。フルレスはして、8年かかりました。マフラーも来たんでなってもらって、内装から全部、刷新できたんで、まだできてから75キロして走ってて、情けない。ハウレイです。どうぞ、そっちが止めてもらって、ヘルメット長くかけていってくれたら。